皆さんこんにちは、ゆうたろうとのんたろうです。今日はね、珍しくローソン100にね、来ています。実は、もんたろうくんがね、調べたところによると、今ね、ローソン100では北海道フェアをやっていて、セイコーマートのね、商品が置いてあるということを調べました。全国でね、670店舗ほどの、店舗数があるローソン100、そこにね、セイコーマートの商品が置いてあるということで、現地調査にやってきました。どんなものがね、置いてあるのか、ちょっとね、調べてみます。今ね、もんたろうくんが背中に隠しているのは、なんとセイコーマートのメロンソフトクリームです。ローソン100で売ってました。今もんたろうくんはね、ローソン100で買い物を終えて車に戻ってきました。で、今日はね、もんじろうくんのね、ミライスです。先ほどもね、ご紹介したんですけども、ローソン100ではね、今北海道フェアをやっています。北海道のね、商品をね、かなり置いてあるという話だったんですけども、20数点ぐらいですからね、置いてありました。ただね、びっくりしたのは、先ほどもね、もんたろうくんが持っていた、なんとセイコーマートのメロンソフト、これがね、売っていました。この他にね、もう一つ、ぶどうだったかな、それともハスカップでしょうか、そこのね、その種類の確か、ソフトクリームが置いてありました。とてもびっくりしました。ローソン100ですよ。セイコーマートのアイスが売っています。セコマはね、この間も話をしましたけども、メーカーでもあり、製造者でもあります。ですからね、例えばウェルシアだとか、東洋華堂系のね、アリオでも私は、セイコーマートの商品見ました。そのようにしてね、セイコーマートは、北海道に拠点を置きながら、全国のね、こういった、スーパーだとか、お店に、商品を出しているみたいです。その他にね、今日はセイコーマートでもね、関東ではね、北海道フェアでしか置いていない、焼きそば弁当、北海道限定ということで、こちらを売ってました。あとね、同じ焼きそば弁当でも、うま塩ということでね、こちら。あと私が、びっくりしたのはね、ヨーグルッペ。これは北海道の方がね、よく私のところに送ってくれるんですけども、北海道日高乳業ということで、そちらの方でね、作っている商品です。3種類ありましたね。ヨーグルト味とね、いちご味、そしてリンゴということでね、この3種類が売ってましたんで、珍しいので買ってきました。あとはね、これはどこでも売ってるんじゃないでしょうか、フィッシュバーガー。これ明日のご飯なんですけども、糸パンですね。ということでね、セイコーマートの商品もね、買えない方にはですね、朗報だと思います。特にね、このメロンソフトはですね、ウェルシアでも売っておりますし、アリオでもね、見たことがあります。北海道に、1100店舗、それから茨城に約85店舗、それでね、埼玉県には9店舗ということで、セイコーマートは全国にそれしかありません。でもね、今日はね、このローソン100。ローソン100はね、全国に670店舗ほどあるそうです。そこでね、全店舗でこれを置いているということで、全国の皆さんにも、セイコーマートのね、このメロンソフト、食べられます。もしね、興味ある方がいらっしゃいましたらば、ご近所にね、もしローソン100がありましたらば、覗いてみてください。セイコーマートのね、このメロンソフトと、もう一つね、確かブドウだったかハスカップだったかちょっと忘れましたけども、それが置いてありました。で、その他にもね、北海道でしか買えないね、このような限定商品も、たくさん置いてありますので、もしよかったら、ローソン100に行ってみてください。普通のローソンとかね、ナチュラルローソンには置いてないそうです。ローソン100、全国に670店舗置いてあるそうなので、
ぜひね、興味のある方は行ってみてください。